今回は水着のトリコが可愛すぎるも名前を見て考察するユーザーの反応を紹介します。可愛い可愛い、やでもその格好熱くない？毛皮の裏に冷えピタとか色々仕込めるのかもしれん。ケルヌンノスでダルマ落としすんな。地面からがっつりヌンノス出てくるのくさ。可愛いけどケルヌンノス連れてきちゃったの。ケットシートヌンノスか。ミコミコケル矢印ミコヌンノス。ケットクーがわかんねえ。ケットクーは確か妖精犬のことだっけ。ヌンノス様も協力してくれててゲボほど可愛い。何から何からやりたい放題でくさ。プリテンダー？ヌンノスさん、それでいいのかあんた。名前も違うしプリテンダー。あっくん察し、自分はバーバンシーじゃないからって言って別人ムーブでマスターとイチャつくトリコってことだな。ペンネームだぞ。は？聞くんだが、実質ケルヌンノス実装か。トリコの皮をかぶったヌンノスの巫女。想像の5倍くらいヌンノスを前面に押し出しててくさ。ヌンノスが嬉しそうで何よりです。どうせ三輪目でひどい目に遭うんだろ。騙されんぞ。夏を分からせないと。ケットクーってケットシーのケットとクー不倫のクーで猫犬って意味だけど両方ざかりか。ケットって猫って意味だったっけか。ケルヌンノスの末路を同人誌にして売るんだよな。猫犬ミコケル？ CM の眼鏡はありますか。ヌンノスのモコモコ感良き。かわいいよ。そのお名前とそのクラス。マジで混ざってたのか。隠す気がさらさらない。ミコった？女体かケルヌン。ノス？ケルノミコか。バラバラだったからヌンノスが繋いでくれてるんだぞ。というかミコ、これ旦那の衣装羽織ってるんだよな。夏にはちょっと暑そうだな。ヌンノスまさかの仕方で登場でくさ。ヌンノスも喋ってよいのよこれ。ケットクーはどういう意味なんだ？ケットネコクイヌミコケルヌンノス。つうかこれコスプレイヤーネームとかじゃない？トリコも褐色バージョンあっていいんだぞ。ミコケルはミコケルヌンノスでよいの？プリテンダーだし可能性は高いと見た方がいい。つまりバーバンシーはヌンノスの奥さんが転生した姿だった説？真面目に考察すると役ネタのかまたりなんだけど、まあうちの妻できる女だから最悪なことにはならないでしょう。ならないでほしい。最初のプリテンダーは世界そのものを欺ききってたけど親子愛を信じるよ俺は。大事にバラバラにしたって言われ、モーションでケルヌンノスが落体されてて俺は悲しくなった。助けてくれ。おべ公にぶっ破しようと思ったのに可愛すぎる。石と予備符の貯蔵は十分か。熱そう。ヌンスに投げ込まれた再現だぞ。いやもともとバラバラでどうせ手足の感覚ないからいいのか。人の心はどこ？それとも頭妖精？全部回せ。今回はさすがに人の心案件な再臨はないと思っていいよね。あとはおいたわしい再臨だな。本読んでるメスがこれはガキとか言えねえわ。母親に似て読書好き。縦瀬縦かおっぱい。このコーデの再臨もあるってことでいいんだよね。しためないとな。ここだけ秋っぽい。む、お母様の若かりし頃の欠けてるメガネとよく似てるね。お下がりかな。これは図書館に通ってるぜ。バレンタインでパワポ作ってそう。真面目だからな。再臨にこの衣装があると信じて。以上トリコの水着に思いの丈をぶつけるユーザーの反応でした。めっちゃ可愛いんだが俺にヌンノスボールをぶつけてくれ。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録お願いします。